はい、どうも皆さん、こんばんは、ソロです。本日はですね、ゆるいラジオ、略してゆるラジを改めまして、僕の名前ともじってね、ソララジをね、やっていこうと思います。はい、まあ、ちなみにこれあんまり評判良くないんですけれども、まあ、そんなことは気にせずやっていこうと思います。で、今回はですね、コメント返しをしていこうと思うんですけれども、前々回の動画のコメントなんですけど、全然返してなかったね。まあ、いろいろ忙しくてさ、なんか返す暇がなかった。ので、今回はちょっと動画という形で一気にね返していこうと思います。さて、一つ目からいきましょう。まずこちら、同感です。まあ、僕の動画に対しての同感ですですね、ゴルフクラブ1本だけでゴルフはできないというコメントをいただきました。そうですよね、ドライバー1つあればゴルフができるかと言われたらそうではないということですね。66の M があれば釣りができるか、バス釣りができるかといったらそうでもないということですよね。やっぱりね、竿はどん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 細分化していって、自分のやりたい釣りに合わせてね、細かく分けていく方が、まあ、楽しいんじゃないのって思います。はい、続いて1600SS を持っていますが、ハリッドタルサがちょうどいい具合で両立した名鑑だと思っています。あえて言うなら、グリップがもう少し短かったらより操作性が増すと思いますけど、絶対バサーに人気はないでしょうね。今流行りの竿とは完全にベクトルが逆方向ですし、スピードスティックとか使ってた世代ならマストバイかなというコメントをいただきました。どうなんですかね、わかんないですねまあね、ちょっとワールドシャーラーの話を前々回の動画、その時にちょっとね、そのワールドシャーラーの話をして、でそれに対してのコメントをいただいたわけなんですけども、 1600SS はそうだな、僕も触ったことがあるんですけど、まあまあその話は前回もしましたが、まあ確かにそのだるさがいい感じの竿だなというのは僕も思ったんですよね。まあグリップが短かったらより操作性が増す、どうなんだろう、そこはちょっと分かんない、好みによるんじゃないかなと思います。でバサーに人気ないのかな、どうなんでしょうね。確かにあのバスロッドの特徴の一つとして、ティップしなやか、ベリーしっかりバットガチッとしてて、比較的シャキッとした高弾性のブランクスがいいよねって言われる風潮では確かにあります。ただそれはあくまでも操作系、まあワーム系の釣りをするのであればそれはいいかもしれないですけれども、巻物の釣りをするのであればそれとは逆方向に振った竿っていうのがやっぱり欲しくなってくるんですね。欲しくなんないならそれやってない、巻きの釣りやってないってことだと僕は思ってるんで、巻きの釣りをそれなりにやってる人はやっぱりその全体的に入る、アクションとだるいブランクスっていうのは絶対欲しくなってくると思うんですよ。そういった意味で言えば 1600SS みたいな、味付けの竿っていうのもやっぱりそれなりに需要あるんじゃないかなとは思うので、まあ、確かに流行りの竿とは逆方向にあるかもしれないけれども、人気はないんですかね、ちょっとわかんないよね。そこ結構人気あると思うけどね、 1600SS に関しては多分よ、全然わからんけどね。スピードスティック使ってた世代とかは知らんけどね、俺使ってないんで、スピードスティックってなんやねんって感じやけどごめんね、そんなに知らんねん。はい、っていう感じです。続いて長谷川さんのイベント行ってきたんですけど、めちゃくちゃいい人でした。今年はあのストネコをたくさん投げたいと思っていて、竿はノースフォークの PSR610ML でやろうと思っています。長さ的に 7.2 フィートくらいが欲しいと思っていたら短くした方がいい時もあるんですね、というコメントをいただきました。長谷川さんいい人なんだ知らんけどね、僕は動画でしか見たことがないので、で動画からその人の人柄っていうのはなんとなくはわかるけど、なんとなくしかわからないということで、断言はできない。まあ悪い人っていう印象は確かにないですけどね。まあいい人なんでしょうね。いい人というのであれば。で、竿のことに関して 7.2 フィートぐらい欲しいと思ってたら短くした方がいい時もあるんですねということなんですけども、いやーそうだよ。短くした方がいいよっていう時もあるよ。ね、特に操作系の釣りに関しては、やっぱり短い竿の方が絶対的に有利なので、それこそあのスト猫のシェイキングのリトリーブみたいなのは長谷川さんも 6.3 フィントぐらいがいいって言ってますしね。で僕もやっぱりそれなりに共感する部分あるんですよ。短い竿の方が操作するのに丁寧に操作できるっていうことでね、長くなってしまえば長くなってしまうほど、同じように動かしても、雑くなっちゃうんですよ。で 7.2 フィートまでいっちゃうとやっぱり雑くなると、結局そのロッドのシェイクなりなんなりっていうのは円運動ですから、すごく狭い円運動だけどね。でリールを支点にしてティップが円周になるわけなんだけど、半径がロッドのレングスなわけなんですよね。で、その角度っていうのが
一定なのであれば半径が長いほど弧が長くなるんですよ。まあ、当たり前のことなんだけど、その弧っていうのがいわゆるストロークの長さにつながるわけで、長い竿の方がよりストロークを同じ角度動かしたとしても取ってしまうね。それが結果として小さく動かしたい、刻んで動かしたいっていう時に非常に難しい角度調整が必要になってくるんで雑くなるんですよ。短ければ短いほど、多少雑く動かしてもストロークが短く済むんで丁寧なアクションが可能ということね。やっぱり操作を丁寧にしたいって思ったら短い竿がマストなんですよ。 7.2 フィート、まあ、長い竿の方がいいっていうわけではないっていうのはやっぱり、覚えておいた方がいいと思います。続いて、我が社のコンセプトであるいろんな、魚種のバースタルって言ってもね、ケイさんってシーバス始めたらシーバスロットが欲しいって言ってませんでしたっけ。言ってましたね。エクスセンスだっけ、忘れた、なんか欲しいって言ってましたね。やっぱりそのね、なんかバスやる、根魚やる、青物やる、ドラード釣る、ピーコック釣る、あと何がおる、アマゾン行って、ブラジル行って、タイ行って、中国行って、日本で、シャケナベイビー釣って、っていう釣りしたいんやっていう人には、ワールドシャーラーはありかもしれない。ただ、例えばそれこそ、シーバス、俺ちょっとやりきりたい。シーバスもっと釣り、ちゃんと釣りしたいって思う人は、ワールドシャーラーより、シーバスロットじゃない、まあ、それこそディアルーナとかエクスセンスとかダイワのシーバスロットは知らんけど、その辺のを選ぶっていう話になるんじゃないかなと思います。それはバスでも一緒だと思うんで、ワールドシャウラーちょっとどうなんだろうなとは思ってますね。はい、ハヤテのインプレを聞く感じだとシャウラはハートランドのバランスを良くしてシャープにした感じだと思うんで、シャウラのジャグかなり気に入ると思いますよ。あと腫れ物とかアラバモみたいなかさばってカバンに入らないかっこおかっぱりの場合、ルアーってどうやって収納してますか。一層のことをバッカン買おうと 思い出してるんですが、ありがたいお言葉をお願いしますということですね。はい、まず前半の話なんですけども、ハートランドのバランスを良くしてっていうのはちょっとどうなんかなとは思います。確かにハートランド、まあ俺ハヤテしか触ったことないんだけど、でも多分ハートランドのコンセプトとして多分同じような印象を持つとは思うんですけど、わりかしティップヘビーな感じはする。だからそれをバランスが悪いと捉えられてしまうことも確かにありそうだけど、実際はね、あれがハートランドのバランスなんだと思う。あれで使いにくいわけじゃないんですよね。バランスの悪い竿っていうのは使いにくいんですよ。どう使いにくいかって言われたらよくわかんないんだけど、ハートランドは確かに先っぽ重いんだけど、持った感じは確かに重いんだけど、振った感じがそんな重さを感じないんですよね。そこがね、やっぱりハートランドの、絶妙なバランス取りのされた、設計なんじゃないかなと思うんですよね。だからあれはね、バランスが悪いわけではない。一見触ってみるとあれって思うかもしれないけれども、使ってみるとなるほどってなるタイプの竿だと思うんで、バランスが悪いわけではないかなと思います。で、ワールドシャーラなんですけど、実は前回の放送っていうかラジオから実はワールドシャーラ触ってきたんですよね。釣り具屋でいろいろ触ってきた中で、確かにすごい軽さを感じる竿でした。まあ改めて触ってみてね、なんかある意味では、ハートランドと逆方向に行ってるような竿みたいな感じだったね、だったんですけど、ただそれと同時に、その竿の曲がり感、張り感とかっていうのが、まあいい方でも悪い方でも気になったかなっていう感じで、以前のラジオでは 1510HF を、ジャーキングとしてちょっと考えてるんですよねみたいなお話をさせていただいたと思うんですけれども、実際触ってみるとなしやなと思いました。まあ俺 1510HF はなかったんで触れなかったんですけど、 1652R とかね、あの辺のを触ってみて、あ、こういう感じなんだワールドシャワラっていうのが、僕の中であって、そのなんだろう、ワールドシャワラの持つ雰囲気っていうか味付けが全ての竿に共通してもし存在するのであれば、まあ、ハートランドのその持った重さみたいなね、ああいうのと同じようにワールドシャワラの持つその軽さ張りさっていうのが、どの番手にも同じように匂わせてる感じだとしたら、 1510HF とかでは、ジャーキング用としてはダメかなと正直思っちゃいました。
あの硬い張りがあると、まあ、特に張りがある感じね、うん、あれちょっとダメ、微妙かなっていう風に思っちゃいましたね。ただし逆に 1652R はいいんじゃねえかなと思ったんで、うん、もしワールドシャウラーを導入するのであればもしかしたら 1652R かもしれない。あれはなんかいろいろ使いどころが思い浮かんだんで、 1510F はちょっと保留かなって感じと、もう一個、腫れ物とかアラバマみたいなかさばってカバンに入らないルバーでどうやって収納してますか、わかんない。え、なんでかって言って俺どっちも使わねえもんね。まあ今年はちょっと羽物やってみようかなとは思ってはいるんですけど、アラバもね同じなんだけどね、うん、やってみようかなとは思ってるんだけどね、あーにやかだけど。ただねまだやってないんで、どうやって収納してますか、持ってないしっていう持ってないしっていう感じだから、なんとも言えない。ただね、あのバッカン買おうかと思い出してるっていうんであればバッカン買った方がいい。あれね、俺もバッカンスタイルなんですよ。やっぱ便利です。で最終的に行き着くとこってバッカンだと思うんだわ。だからもう行っちゃっていいと思います。はい。まあどのバッカンを選ぶかあなた次第ですけどね。続いていきましょう。これ別の動画のコメントですね。新しくついたんですけども、ポッパーに関してです、小さくて強いとは言えないパルスコットが好きな理由は何ですかというコメントをいただきました。まあ、ルアーがちっちゃくてでもアピールが強いルアーっていうのはある意味ではものすごく熱いな、ちょっと服脱ぎます。ある意味では、ルアーの理想形に近いよねっていうのはなんか話したんですよ。でそれなんでかっていう話はまあ置いといて、でもパルスコットってそんな小さくてないよねみたいな、でもなんで好きなんですか、まあ俺なんか好きとか言ったんですよ確か。なんで好きなんですか、だからなんで好きなんですかっていうコメントが来たと思うんですけど、その理由は音がいい。音がいいんや。ポップアールとかよりも低音がより響く感じ、あれがねたまらんのよね。釣れそうなんよね。いやそんだけの理由だわ。釣れるとか釣れないとか知らんけどなんかいい感じし、あとね、あのポップ R っていうのはあくまでもジャーキング用のタックルの延長で使うポッパーなんですよ。なんで特にラインがナイロンじゃないと話にならない。ナイロンだと最高に生きるんだけど、例えばフロロとか PE とか使ってしまうとゴミになりますっていうのがポップ R。 逆にパルスコットはナイロン使うとゴミです。フロロカーボンの重さがないと全然水噛んでくれないです。でもフロロカーボン使うとめちゃくちゃいい。この明らかに共通しないラインで使い分けができるんで、例えば今持ってるタックルにあフロロ巻いちゃってる、でもポッパー使いたいってなったらパルスコット使えばいいんですよ。逆にナイロン使ったらあいやちょっとポップアールやるわみたいな感じでやりゃいいかなって感じと言いつつ、今パラスコット持ってないんだけどね。なくしちゃった。まあそのうち買うかもしんない。でも今の時期はまだ全然優先度高くないからまあいいかなっていう、そんな、まあ、好きな理由、まあ、確かに好きなんだけど、ないで困るかって言ったら困んないからまだ買ってないわ。はい。以上っす。はい、次、ワーシャワー最高ですよ。何が最高なんだろうね。次、オールドスタイルなジャーキングに向くサオはワーシャにはないかもな。 1600SF は魚を乗せるにはいいんだろうけど違う気がする。かっこ柔らかすぎて個人的にできる気がしない。 1510F は結構張りが強いから 1501RF みたいなのがあればいいんだろうけれどもね。 1701FF が絶妙に曲がってくれて大きめのストロークでバシバシ引っ張るスタイルのジャーキングでおもろいんだけど、シーバスでの使用感だからバスは違うだろうなというコメントをいただきました。まさにその通り、俺が言いたいこと全部言ってくれた。僕のジャーキングスタイル、まあオールドスタイルって言っていいのか分かんないけど、まあ、クラシックなジャーキングなんですけどをする上では、確かにワールドシャオラって硬い、まあ硬いっていうか張りが強すぎるし竿先がない感じ。ああ、これね、もうなんか今適当に言ったつもりだったのに、竿先がない感じすんだよ。そうそう、まあ、村上さんと同じようなこと言ってるけど。そうなの、竿先がない感じで、使いづらいと思っちゃった。ので、1600SS はなんかこの、だるさはいい感じなんだけど、アクションが微妙。アクション微妙だわ。1600FF があったら最高だったかもしれない。
個人的にはね、うん、だからワールドシャノンでちょっとジャーキング用のロッドとして使うにはなしかなと個人的には思いましたね。もう全部言ってくれた。はい、続いてのコメントです。長い長いコメントだ。ちょっとはしょります。ファクトの 67MHST にインプレをしてほしいというコメントですね。総括して言うと、うん、どんなソリッドなんですか。確かにね、ソリッドチップってもね、十人十色というかね、千差万別というかね、やっぱり違うもんなんですよ。僕もね、結構ソリッドチップの差を持ってるんですけど、正直全部違う、全部味付けが違って、一言にソリッドチップつってもなんか全部ちゃうやんっていう感じなんですよね。ただまあ共通して言えることっていうのは曲がりが綺麗。やっぱりチューブラーのチップって曲がんないんですよね。曲がんないんで、ガイド、チップガイドから、まあ、2個か3個か4個か何個か分かんないけど、それぐらい手前に寄ってきたところで曲がりの頂点があるというか、そこから折れ曲がるより曲がる、ファーストテーパーの竿っていうのは、僕がよく折れ曲がる竿ってよく言うじゃないですか。よく言ってか知らんけど、だからファーストテーパーってそんな感じなんです。ただソリッドチップだと、多かれ少なかれ、柔らかい硬い合わせても基本的には先っぽからこうシーケンシャルに入ってくるようなタイプになってくるんですよね。うん、ただしそのソリッドの部分とチューブラーの部分でそのなんだ硬さがガツンって変わってしまうっていう部分があるから、まあ先っぽはシーケンシャルなんだけど鍵曲がり、そのチューブラーとのつなぎ目で、ね、になりやすい。ただ少なくとも 67MH ファクトの、ね、に関してはそのつなぎ目が割と綺麗に入ってくるというか、ソリッドの部分が結構硬いから、まあ、曲がりはするんだけど思うほどグニャって曲がんないから、それこそ2分の1オンスとか 14g 前後、 10g、14g 前後のものをゴリゴリやってようやくあティップのこの柔らかさきてんなって感じるぐらいだと思う。それより下だったら普通の MH の差を使ってるのと何が違うのか分かんない、チューブラーチップのねって感じになるかもしれない。でもその 10、14g に入ってくると、あチューブラーチップだと硬くてそのなんていうかな、チップからいきなりガンって入ってくるのがソリッド部分で一瞬マイルドになってから入ってくる感じにはなるな、まあ、ソリッドの感じ、ソリッドの感じ出てんなっていうのがあるんですよね。でやっぱりソリッドチップって一瞬こう糸が緩んで竿を振って張ってっていう、その張ったところで 100% のエネルギーをルアーに伝えるか伝えるのがチューブラーなんだけど、ソリッドってそのソリッド部分のしなやかさでその力の入り方っていうのがすごい緩やかなんですよ。だから0から1、2、3、4、5、6、100みたいな感じになる。ソリッドもファクトの 67MH も例外なくそういう、力の入り方をする感じですね。だからやっぱりソリッドの恩恵は確かにある。ソリッドらしさはあんまり感じないかもしれないけど、ただ重たいもの 10、14g ぐらいのを扱ってると、あソリッドなんだなっていうのを実感できるようなそうです。まあよくわかんないねとりあえず使ってみないとわかんないと思う、ソリッドチップの竿に関しては正直ね。で自分で刺して作ってもいいけど、そのソリッドチップとチューブラーのつなぎ目っていうのを綺麗にするの結構難しくて、俺もね結構ちょこちょこあれしてんじゃん、竿をいじってんだけど、ソリッドチップに関しては今やってないもんね、難しいってなっちゃってまあ今後やるかもしれないけど、あれちょっとむずいなっていうのがあって今やってないですね。だからまあ一回ね買った方がいいんじゃないかな。うん、何でもいいか、別にファクト買えとは言わんけど。はい、ということでね、今回の、第1回目ソララジコメント返信、このぐらいにしときますかね。なんか他にもコメントあったはずなんだけど、なんかないなないね。まあいいや、なんか村上さんがワールドシャロンのインプレをされてたよみたいな、コメントもあった気がしたんだけど、ないね、見当たらん。まあ僕はもちろんその動画を拝見させていただいてます。 K さんがワールドシャロン村上さんとコラボした時の動画っすよね。もちろん見てますよ。ライギョロットを柔らかくしていった感じで、先っぽがない感じっていうでしょ。なんとなくわかるけどね、ライギョロットを柔らかくしていくかどうかはわかんない、それはちょっとわかんないな。
はい、ということで今回、もラジオ終了ということで、で、ちょくちょくやっていこうと思ってます。評判良くないけどねなんでやいいやんけ、好きなことやって好き勝手やりますんで、まあ皆さん、よろしくお願いしますということで、今回はこれぐらいにしておきましょう。おさらばしな、お、危ねえ危ねえ、待って完全に人のパクるとこやった。おさらばじゃねー。